ネル、あー、茶番でございます。ということで、毎度毎度すいません、記念すべきチャマンチェスターユナイテッド1試合目です。監督はジャンピエール・ガスペリーニ、4-3-1-2が多いということを踏んで、その4-3-1-2対策として3バック中盤で人数をボンバーする監督を取りました。そしてメッシ、ロナウド、レバンドフスキ、ベッカム、ロベカルのクロスぐんぐんおじさんからの、まあ、ベンチはねちょっとノーマルある程度引いた人でボンバーしてきてと。で今ねメッシはレベル20でこんな感じです。もう強い。ロナウドは、レベルね17、もう強い、もうほぼレベマでしょう ロナウドは。であとはベッケンバウアー、愛しのベッケンバウアーを入れて守備を安定させるという三段でございます。ではまずこのチャマの読み、監督が生きるのか、そしてロナウドやメッシはどうなのか、そして今作がどんな感じなのか、いきたいと思います。テレレレレ、早いな、400レート400、こっから初日でレート1000行きたいんで40連勝必要です。でもしかしたら俺のスカットが他の人よりと比べて強かったら多分40試合でいけないのかな。まあ、初日はねめっちゃ重いんで3バックがきつい説はあります。ちょっと一回試してみて、あとリトリートの4-2-1-3とあと普通にフィッシャー4-3-1-2がいるんで、まあ使い分けていこうかな。結局ね4-3-1-2で安定するんじゃないかと言われております。さあまずは第1試合、まずはやってないやつとやってないやつと当てる札幌。ねえ、いいとこだよね札幌で。レバンドスキがこれノーマルかな、でブルノ・フェルナンデス、メッシ、ネドベド、相手微妙くない、あロベカル、え微妙くない、あでもルンメニゲいるのか、デリフトやばい、ルカエルナンデス、どっちがいいんだ、これはリュカエルなんですな気しますな。いやーでもデリフトも使いたいところ、イニエスタここ行こう、レバー、いやレバーは行くで、プレーエリア制限、ディフェンシブディフェンシブディフェンシブ1枚つけて、プレーエリア制限1枚つけてカウンターターゲットで2枚かましていく、いや、3CF みたいにしよう。よし、行こう！ていうか、あれ TS 低くない？相手。よし、いける！え、ちょっと待って。キーパー。キーパー！カイツラだ！よし！バカだねー！私言ったでしょ？バイエルンの予約してって。ね？2つしかできない場合も、ロナウド、メッシ、これどっちも選ん、どっちか好きな方でいいけど、2つ目はバイエルンにしてって言ったじゃん。あと初戦です、お願いいたします。今年を占う試合ですからね、うん、いやーいいですね。あーシャマンチェスターユナイテッドアット札幌ということで、土地勘をかなり前面に押し出した。あごめん、スタジアム太陽だ、俺だ。さあメッシ、ほう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 、ほう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 、ちょっとねやっぱ触った感じ違いますね、ちょっとこれ違いますけど、まあもしかしたら今日は重いからっていう可能性は全然ある。北澤剛さんです。北澤さんどうぞよろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。あ惜しい。さあ前半見ていきましょう。よし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 、くる、ナイス、あこれ怖いね、この戦いを見ていやばくね、これ誰だ相手、あブルーノ・フェルナンデス、わおわお、ブルーノ・フェルナンデスだったらいいかなと思ったけど、結構いいシュート、ここついていかないんだ、まあいいか、うん、まあいい、まあいい、まあ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 、ここなんなの、ここは今年のコーナーキックは何、あのパスタッチとか変えてないから、もしかして、あ変えてないっぽいわ。ロベカル頑張れ、いやロベカルいけいけ、あこれ大丈夫、いらっしゃ、危なマジで、えカーンそれ触れない感じ、ちょっと怖かったな今の、よしよし、
これロナウド取れないね。オッケー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 、危ないよこれ、危ないよこれ、1試合目から取りに行かないと。やっぱ緊張もちょっとあるよね、やっぱね、初戦だから。オッケー、くそ、いや怖っ、大丈夫、いや危ない、もうルンメニゲゴリ押しだなこれ、狙ってきてるね、ルンメニゲゴリ押しを。オッケー、はい、あ、いいね、いいいいいい。で、ロナウド、あ、メッシ惜しい、いや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 、これは繋がりません。オッケー、レバンドフスキ、あ、メッシ結構裏抜けるよ、今見た、メッシ結構裏抜けるね、はい、はい、よっしゃ、ファーストゴールアイコニックラネード、あ、うーやれよお前、なんやそれ、見たことないわ、え、バツで、うー、まるでうーだっけ、ロナウドです、メモリアルです、おめでとうございます、ジャマンチェスター、初ゴールはアイコニックロナウド、オッケー、いいですね、いいですね、よし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 、あ、ロナ、いやー、これダメだな、1点取ると多少余裕が出てくる。ロベカル、はい、いないか、ロベカル結局上がってこないか、あ、来た、え、結構やばいね、あ、メッシやばいわ、今持った感じメッシやばかった、メッシこれ相当強いよ、しかもこのアイコニックメッシがあと5種類4種類かな出るらしいので、これあれメッシやばいな、やっぱ、うん、ゴリ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 、おい、ゴリゴリ行こう、ゴリゴリ、オッケー、はいはいはい、あー、いやちょっとこれレバンドスキがあんまうまく機能してないような気しますね、いやでもね、これやった感じ結構違うな、重いからそう感じるのかな、初日はやっぱ重くなりがちなんですよね、あ、いいね、コンカ、コンカ最強あー、かっこいい、この2年前のロナウド、2年前だっけ、去年だっけのロナウドと若手のメッシが抱擁しているという素晴らしいシーンでございます、インタラクティブゴールパフォーマンス、ありがとうございます、ちょっとね、ちょっと初日だけね、パフォらせていただきたいと。うん、でもどうなんだろうな、なんかゲームバランスが変わるほどの動きの変化はないような気がするな、ちょっとは変わってるような気もするけど、いやめっちゃいいじゃん、まさか、やばない、やばな、あの距離入る、メッシがやばいのか、ガイスラーがサコなのか、ただが、あー、めっちゃなんかもう、あ、キスすんじゃねえかこれ、キスするぞこれえ、なにこれ、めっちゃ気持ち悪い今のがね、カーンとか、あとはまあドンちゃん、クルトワとかからね、つけばこう通過すれば、通過じゃない、通用すれば、もうロナウド、ロナウド最強だよっていうのが言えますんで、いやでも、いやちょっと触ってる感じ、もしかしたらロナウドよりメッシとかの方が強いかも、今作、いやそんなことないのかな、結局相手のスカットが揃ってきたらファンダイクとかクリバリとか、クリバリは今年微妙か、でかいさ、強いセンターバックが来たらやっぱロナウドしか勝たんっていう感じになるのかな、おっとダイレクト、あ、これはパス通らんか、シュート、オッケー、キーパーキャッチ、怖い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 、
今のカーンちょっと減点やな。マンチェスターユナイテッド堅いディフェンス、はい、いやてかベッカムがちょサイド遠すぎて全然参加してこないな。なんでだろう。いやでもまあ一か中央攻めれてるからいいのか。来たロナウド。あいや、えやばくない、えそれ入んないのロナウド。やっぱメッシ褒めすぎたかなこれちょっと。えあれ入んないのやばくない、マジでないよねあれ。ちょレバも行きたい。あクソゴ、えクソパスすぎるでしょそれ。ダブルタッチはどうなの、強い。ダブルタッチはまだ健在そうですね。わお、キモい動きしてたな今。え、なんで今の動かないんだろう。ファールかい。これいきますか。はい、あ、やばくないこれ。これやばいよ。 OK、 クリアしてほしいな。こう失点しない。 OK、 3-0。 まずは前半いいんじゃないですか。いやちょっとね、ゲームの仕様がやっぱマイクラブと既存ではだいぶ違うような気がしますね。メッシがいいような気がするわ。変えるか。あ、来た、やった。初戦ギブアップいただきました。まあガイスラーじゃ無理っていうのを気づいたのかな。もうちょっとね、ちょっと各ポジション通用してるのかどうか知りたかったんで、後半もやりたかったんですけど、対戦ありがとうございましたということで、初戦チャマンチェスターユナイテッド勝利を飾ることができました。これから朝まで全勝最速レート戦めがけて頑張っていきたいと思います。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。コメント、チャンネル登録よろしくお願いいたします。さようなら、バイ。